まもなく蓮舫さんいらっしゃいます、私ですね、日本で今一番新しい国会議員立憲民主党参議院議員の奥村正義と申します、元ラグフェアといった方が分かりやすいかもしれません、SCS というですね、まさかのサークルにも所属しておりました。もうすぐ蓮舫さん来るというのでちょっと盛り上げたいと思います。ボイスパーカッションって聞いたことありますか？聞いたことある人？よし、じゃあですね、盛り上げて蓮舫が到着したそうですので手拍子で迎えたいと思います。都知事選挙もあと3日になりました。どうぞ皆さん、蓮舫都知事を誕生させるために今日はお話を聞いていただくだけではなく、どんどん拡散をしていただきたいと思っています。よろしくお願いいたします。代表辻元美由美です。それではトップバッターいきます。この人知ってますか？安住さん、後ろも後ろも安住淳でございます。安住までもこの早稲田の入り口に来た。そしてこちらはご存知でしょうか、はい、野田さん、ね、元総理で辻元、なぜか蓮舫がこの高田馬場に来てくれると言ったら早稲田出身者でやっぱりお迎えしなきゃいけないだろうということで今日は参りました。よろしくお願いをいたします。それではトップバッター、安住淳衆議院議員です。こんにちは。私は手塚事務局長っているんですよ。この人が突然電話を起こして来週の木曜日ビッグボックス前8時か6時って言ってきたんですね。私は学生時代からいつもここでしか集まることがなかったから、自分が62になったらいい年こいてるのに大学時代のコンペかなと思って思っていたら蓮舫さんの選挙でした。皆さん、いよいよ最後の3日です。私はもう手短にこのことだけ申し上げます。先週アメリカの大統領候補予定者の2人の討論ご覧になりましたか？はい。確かにバイデンさんは劣勢でした。しかし私は尊敬します。体調が悪かろうと何だろうと CNN がちゃんと取材したことにバイデン氏もトランプ氏も出てきました。そして1時間1対1でちゃんと議論してたの見てなかったですか？私も現職でいつも選挙をやるから新人相手に討論なんかするのは嫌な時もあります。でもサボったことはありません。それが議会に出るもののルールというものではないでしょうか。皆さん、彼女はリングにも上がってパンチを打ち続けています。しかしもう一人上がってこないんじゃないですか？いいんですか、こんなことで。選挙に始まってはっきり言って選挙始まって東京都が日程なんか作るわけないんですよ。都知事の日程なんかあるわけないんですよ、選挙なんだから。それを無理やり作って公務と称してニュースに取り上げて、実は戦いに挑んでこないのは彼女じゃないですか？それはフェアなことですか？それは日本のマスコミは許すんですか？アメリカでトランプ嫌だってバイデンが逃げたらバイデンも大統領候補で立ってられないじゃないですか。アメリカの民主主義はそんなこと絶対許さないですよ。私はトランプ大嫌いだけど、まあ、ここでこんなこと言ったらつまらない。でも敬意を表しますよ。堂々と出てきて堂々とやるんだから。蓮舫さんは実はテレビ局から何度も何度も誘いの電話のオファーが来ましたけど、小池さんが全部断ったから、皆さん今度の都知事選は全くテレビ討論ないじゃないですか。おかしくないですか？そういう候補者もいるからなんていうのは嘘です。でもこの姿勢は
都議会にも現れています。皆さん議事録は多分あんまりお読みになってらっしゃらないかもしれない。しかしあの人は野党が質問するとほとんどこともなく自分が答弁しないで、あの部長やなんかに全部振るんですよ。私もこの辻元清美も野田佳彦も散々野田総理以外は自民党の総理だから、小泉さんに対してこれはもう総理総理でしょ、ね、安倍さんに向かってもそうですよ。でも私はね、岸田総理も尊敬しますよ。我々がいくらやったって蓮舫さんだって相当強烈なミニパンチ出してますからね。だけど答弁しないで済む総理なんて日本の議会にはないんですよ。そうだ、ちゃんと私も好きじゃないけどでも出てきて議論するからこそ国会というのは成り立つんじゃないでしょうか。そうだ、そういうことができない人間リーダーに選んでダメだと思いますけど、いかがですか。そうだ、理屈を超えた姿勢の問題でしょう。自分が立候補するってことはリングに上がらなきゃダメなんだ。リングに上がって戦わなきゃダメなんだ。8年間やったことを自分で弁明しろ。小池百合子出てこいと言いたい。またそんな出てこない人間を安定してるからとか選んでダメ。国民が都民が笑われますよ。あえて言うけどメディアも笑われるぞ。そうだ、出てこいってちゃんと言えよ。そうだ、そうでなきゃ選挙に私はならないと思いますよ。彼女の姿勢やそれが問われる選挙だと思うんだよ。皆さん最後に申し上げますけど、私も29年目です。そういう姿勢の政治家は苦しい人は弱った人の味方には絶対ならないから保証しますよ。都合のいいところにだけ出てきて都合の悪いところに出てこない、こんな政治家が弱っている人や社会に気の当たらない人に優しい手を差し伸べるなんて思ったら大間違いですよ。皆さん戦いましょう。今回唯一対抗できるのは蓮舫さんだけです。うわうわ、私が保証しても何の保証にもならないかもしれないけどこの後を落とします。どうぞ皆さん、宝の場に来たから少し勢い出てきましたけどもこれから別に飲みに行くわけではございません。40数年前から馴染んだふるさとのようなここで話ができるのはとても幸せに思っています。どうぞ皆さんよろしくお願いします。安住淳衆議院でした。さて、まあ、今小池知事が出てこない、討論に出てこないという話がありましたが、小池知事を応援している自民党の後ろに隠れて伊藤を引いて出てきてないじゃないですか。卑怯じゃないですか。萩生田という人、東京都連の会長、小池百合子さんとツーカーでしょ。こうやって堂々と応援演説に出てきて2人で立って演説して回ったらいいじゃないですか。やましいことがあるから表に出れないんじゃないですか。どうぞ、蓮舫です。次は野田衆議院議員でございます。皆さんこんにちは。こんにちは、野田衆議です。辻元さん、安住国対委員長、私野田氏と、今から数十年前に大変優秀な成績で早稲田大学を卒業した仲間です。経歴詐称ではありません。今日は青学出身の蓮舫さんの応援にやってまいりました。駅伝やったら青学に今勝てない。この間大学野球6月16日残念ながら2対1で負けました。悔しいけれども、でも蓮舫さんを心から私は応援をしています。なぜならば20年間一緒に同志として付き合ってきましたけれども、彼女ほど数字を抑えて行政事業レビューをしっかり抑えて予算書を読み込んで質問をする議員はいません。調査力、分析力はピカイチだったと思います。
だから安倍さんが嫌ってた、菅さんが恐れてた、岸田さんは爆発のように嫌ってる。でもこの力をね、私は都政で生かしてほしいんです。国のレゴさんは110兆円超えますよ。東京都の予算は一般会計 8.5 兆だけども、よくわからないお金がいっぱいあるんです。公金とか補助金の使い道が、ここはビッグボックスだけど東京都はブラックボックスになってるんです。いっぱい。それを解明する力があるのは今回私は蓮舫さんしかいないと思ってます。あれもやります、これもやります。いいんですよ。まずやってほしいのは行政を透明にする行財政改革じゃありませんか皆さん。それができるのは蓮舫しかいない。そのことを皆さんと共有したいと思います。透明でないのは今回の選挙ですね。先ほど来お話が出ていますけれども、自民党はステルス作戦じゃありませんか。見えないでしょう。マイクを持って小池さんお願いしますなんていう風景ないんじゃないですか。実はね、5月26日の静岡知事選挙もそうでした。自民党を隠しながら業界団体回りながら戦ってましたね。今回もっとストレス、しかも候補者までストレス。こんな異常な選挙は私はないと思いますよ。これが民が主の民主主義の国ですか。違う。おかしいでしょう。そうだ。やっぱりね、選挙っていうのは応援する人が堂々と出てきて応援をする、隠れてやるような投票行動を流すようなことは私は卑怯千万だと思ってます。裏金事件の話ちょっとしたいんですね。なぜならばこの首都決戦はまさに国政選挙に連動するからです。東京都の小選挙区は30あるんですよ。私の住んでる千葉県、神奈川県、埼玉県、首都圏合わせると80の小選挙区があるんです。今回の戦いの結果は間違いなくこの80の小選挙区に影響します。だからここは勝たせていただきたいんです。だって皆さん、裏金の問題にかかっている連中が都連の幹部ですよ。会長誰ですか、萩生田さん。2723万円裏金作っていた。驚きましたね、机の中にしまってたって。驚きますよ。だって1万円札ね、今度デザイン変わったけども厚さは 0.1 ミリ、2723万円って言ったら平積みして30センチですよ。30センチ机に入れといた。でも明らかにこれ脱税じゃないですか。丸川さん会長代行でしょ、822万円ですよ裏金、ね、ご主人と合わせれば1800万円ですよ。夫婦でやってましたね。それも自分の口座でちゃんと管理してましたって言いました。政治資金として使ってないじゃないですか。脱税じゃないですか。裏金事件じゃないんです、脱税事件なんです。しかも間もなく安倍元総理の3回忌ですね。7月8日政治倫理審査会に出てきた安倍派の幹部全部嘘ついたじゃないですか。2022年4月に安倍さんはキックバックやめろと指示した。ところがお亡くなりになった7月の後半に幹部会議開いてキックバック復活した。復活したけれども私は知らなかった、関係しなかった、そう言ってたのが安倍派の幹部じゃないですか。解明はしない、嘘をつく、けじめはつけない。結局ね、丸川さんだって党の処分開国ですよ。開国、戒める告げるとか、要はダメよこらでしょ。800万以上も脱税してダメこらで済むんですか。庶民は1円たりとも税逃れできないんでしょ。その怒りを今回はステルスで応援している自民党都連、
裏側に銀だらけじゃないですか。そして小池さんだって2012年からすいません2002年からね2016年までずっと清和政策研究会森派安倍派細田派でしょ。裏側の問題知らなかったとは私は思いませんね。同じ穴の狸なんじゃないんですか。同じ穴の狸が東京都のリーダーでいいんですか。皆さんダメでしょう。この高さのババアはね、だんだん調子が出ちゃったけど早くマイクを渡せという顔してるんでもう終わりますけどもね。皆さんね、中山康兵衛知ってますか。高田のババの血統、ここで多勢ぜ無勢のところで助太刀をして江戸時代のヒーローとなり、堀見家の養子となり、赤穂浪士となり、大石蔵之介と共に吉良邸に打ち入った日本人の最も大好きな侍です。江戸元禄の時代のヘールヒーローになりました。この高田のババに我々は助っ人に参りました。それは令和のヒロインを作るための新しい歴史を作るためであります。ぜひ皆様のご支援を蓮舫に賜りますように心からお願い申し上げて、お大執行のお訴えといたします。ありがとうございました。ありがとうございました。今本当に、まあ、熱い応援をいただいたんですけれども、まあ、蓮舫最後の3日、これね皆さん一番きついんですよ最後の3日が。でもこうやってたくさんの皆さんが来てくださった、そして皆さんに広げていただくことが蓮舫の大きな力になるんです。どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。辻元さんと野田さんとこの高田のババアウェー感満載の蓮舫です。でもこれだけたくさんの方が来てくださった力をもらいます。どうか皆さんよろしくお願いします。都知事選の皆さんに選んでいただきたいという思いを強くします。どうか勝たせていただきたい。よろしくお願いいたします。100年安心と言いました。年金保険料を上げるとき皆さんの年金は100年安心なんだ、だから保険料を上げるの、納得してくれ。5年に一度の財政検証、それがニュースで報道された。これから33年後、国民年金は今より2割下がる。町の声、若い人たち、私たちもうもらえないんじゃないか、現役世代の人たちずーっと働かなきゃいけないんじゃないか、不安が渦巻いてます。持続可能な社会保障制度は本当に大丈夫なんだろうか。ここで一度なぜ人口減少しているのか、もう一回立ち止まって考える時だと私は思います。少子高齢化30年間言われてたのに何にもやってこなくて、そして今になってようやく少子化対策に政府は力を入れ始めたけれども、まず一つ遅かった。そしてもう一つ、考え方が決定的に古いんじゃないか。国は少子化対策をやるというと、どういう政策にお金をつけるのか、結婚をさせる政策にお金をつけるんです。結婚をさせよう、結婚してもらおう、そうしたら子供が生まれる、それが自然だ。地方創生という名前で皆さん方の税金から地方自治体が合コンイベントをやった、婚活パーティーをやった、そこに補助金がばらまかれてる。小池さんもやっぱり自由民主党の発想の人だと思ったのは、今年度の予算で新しい少子化対策何をやるか、東京都が婚活アプリですよ、あるいはやっぱり合コンイベントに引っかかる。果ては皆さんの結婚の思い出の曲なんですか。広く募って漫画にして普及をする、これで皆さんが結婚する、こんな事業に数億円使うのは私は直ちにやめておく。
双子を見ました。あの時のことが私の少子化対策の原点なんです。お腹にいる時には早く生まれてきてほしかった、早く会いたかった、早く育児がしたい、どんな洋服を着せて何を食べさせてどこの公園に行こうか、どこに遊びに行こうか。でもね、子供が生まれると実際は期待と全然違う。子供は泣き続けるんです。泣き止まない。抱っこしてもベッドに置いても、しかも双子で二人いるからずーっと泣き続けてる。何を言いてるのか喋らないからわからない。初めての育児、社会に置いてるかもしれない不安の中で、私が泣きたかった、本当に孤独だった。あの時に、大丈夫だよ、みんな同じだから、孤独じゃないから、そんな言葉が欲しかった、そんな場所が欲しかった。子供が幼稚園の時、靴ひもを結びたい、どうしても結びたい。でも朝の忙しい時、仕事があるから早く幼稚園に行ってすぐ仕事に行かなきゃいけない、たった3分が待てなかったんです。その手をはたいて、ママが結ぶからと自分たちの自発的行動を止めてしまったことを、私は今でも後悔してます。たった数年しか育ってない子供を大人の論理で時間を止めてしまう。あの時に誰かに言ってもらいたかった、3分ぐらい大丈夫だよ、会社に言ってもらいたかった、それは遅刻じゃないと、そういう理解が企業に広がっていってほしかった。私は夢を増やせではないと思う。私は子供もない女が問題だではないと思う。長いこと寄り添わないで政策を取らないで、そのツケを誰かのせいにする政治ではなくて、きめ細やかにあなたに届く不安と負担に寄り添う、東京都で子供を育てる人にはそういう政策をすべてまで届けたいと私は考えています。お金の使い方どうでしょうか。プロジェクションマッピング大変有名になりました。2年間で関連事業を含めて予算48億円。小池さんは私に言いました。20万人が見に来たのよ。20万人の記憶と思い出に残る。でもそこから広がるんですか。私は一度立ち止まりたいと思う。立ち止まった時にどうするか、このお金があったら何ができるのかを考えたい。例えば3人以上子供がいて、住民税非課税世帯、東京は家賃が高い、公営住宅に入れない、お金がない、どうするか。この方たちに月2万円家賃補助をしたら、1年間の予算額は荒井さんですが、ちょうど48億円です。どちらに使いますか。私は記憶に残るだけの政策ではなくて、子供がちゃんと育てる支援のために使うことこそが生きた税金の使い方だと皆さんに約束をさせていただきたいと思います。プロジェクションマッピングにはまだ続きがあるんです。政官業の癒着が激しく疑われる。この48億の事業は都が直接事業者に発注してるんじゃないんです。なぜかこと事業者の間に実行委員会という事務局がある。東京都から、都庁のある新宿から、もう一つは東京観光財団という法人から、ここが事務局を使って東京都の事業を法人に発注するんですけれども、この東京観光財団の理事、大手広告代理店の幹部が名を連ねています。この東京観光財団、この広告代理店は出演お金を出しています。ほぼ一体化。そこがどこに事業を発注したのか、その広告代理店のグループ会社ですよ、関連会社ですよ。このお金の使い方が正しいのか、議会で相当議論になった。出てきた資料は見事な黒塗りでした。お金の使い方誰も検証できないじゃないですか。正しいお金の使い方なんですか。こういう政官業の癒着があるんであれば、本当のブラックボックスを私は壊す自信があります。よーし。同じような構造が他にも広がってる。
3年前から2年前でほぼ倍増しました。10万から18万なんでか。3年前までは水道料金未納の人に検視員が複数回お宅を訪問して、大丈夫ですか、分割払いがありますよ、止める前に相談をしていた、それが行革だと言って人を派遣をしないで郵便に変えたんです。郵便に変えて、そして水を止める、これが行革ですか。水を止められて本当に払える人だったら止めてもいいんでしょう。でもどうやって見極めるんですか。本当に止められたら困る人たちが、もし水道が止められてその料金を払ったのであれば何かを諦めたんじゃないですか。子供の食費ですか、この暑い暑い夏の電気代ですか、何かを諦めて、何かを諦めて水道代を払うようなところに行革だと言って7億を財源の置いたと胸を張る、私はおかしい。だったら検視員の人に言っていただいて、このお方、この人は東京都のこの福祉サービスにつなげたら独り立ちできるんじゃないか、そういう行政指導をすれば水も止まらない、この人たちはもっと豊かになるんじゃないか、そういう判断をする都知事に私はなりたい。この水道事業もとっても生産業疑われるのがある。東京都の水道事業の委託先は株式会社のある水道の会社、都が8割株を持ってます、最大株主、なぜかそこの社長が都民ファーストの元代表小池百合子さんの側近中の側近と言われた人が今就任してるんです。なんでですか。これちゃんと民主主義的にちゃんと選ばれたんですか。私はこれを知りたい。しかもたった2人しかない常勤理事は東京都の水道局の天下りです。心年収が1000万円、私が都知事になったら全ての情報を洗いたい、出せるものがあれば皆さんに出して皆さんの判断を仰ぎたい、そういう行革を、本物の行革を私はやりたいと思っています。東京都の合計特殊出生率が1を切りました。いろいろ小池さんもやってくれてる、家計への直接的な経済支援、これは必要です。でもこれでも成果が出ないがあればアプローチを変えませんか。私はアプローチを変えるとしたら若い人たちを徹底的に支援をするところから東京を元気にしていくことができる中長期的な少子化対策をやらなければいけないと考えています。ずいぶん長いことこの国は若い子たちは自分で頑張ってね、自助でした。高校出る、高専出る、就職する、大学進学する、就職する、自分で頑張ってね、親が支えてね。でもこの間格差が広がりました。親ガチャなんて嫌な言葉が出てきた。親の経済環境が子供に直結をする、小泉構造改革、この20年間で不安定雇用は70万人増えました。フリーランスでやっていける人はいいでしょう。でもやっていけない若者はもしかしたらお金がないから結婚を諦めてるんじゃないですか。お金がないから子供を諦めてるんじゃないですか。何かを諦めなくていいような、私は若者への支援を行ってきた。一般会計東京都って 8.5 兆もあるんですよ。この 8.5 兆東京都が直接事業を行ってるんじゃない。これは委託をして外注して民間法人にやってもらってる。じゃあここの契約使いましょう。東京都との契約は公契約、公の契約と言います。公の契約、東京都からの仕事が欲しい人はその会社で働く若い人たちの給料、労働環境、休みも取れる、ブラックなところは仕事を渡せないように契約を見直すらいかがでしょうか。
企業はそういう対応を取ってるんじゃないか。とんでもない。大企業と東京都の後継役、大企業はさらに下請け、さらに孫請け、再発注、再再発注をしてる。じゃあここにも条件をつけましょう。大企業がこの仕事を受けて下請けに流すときには待遇改善を、これを要件とすれば、大企業から中小、中小から零細、入り口は東京都の皆さんの税金の、その財源で若い人たちの給料を、手取りを、私は増やしていくことができるとお約束をさせていただきます。若い子の手取り増やしましょうよ。もう一つは負担です。今東京大学が学費を上げると言われている。不安しかない。学んじゃダメな国なのか。大学を出ると2人に1人が奨学金という借金を持っています。平均額310万円です。有利子だったら一体いつ返せるんだろうか。私の40代の友達、ようやく返せた。この不安定な雇用と莫大な借金があって、どうやって結婚できるのか。若者が何かを諦めなくていい東京、じゃあ保育、教育、介護、医療、公的サービスで働く若い人たちは、そこで働きたいという若い人たちは、その奨学金の返済を東京都が負担をする、支援をする。そうすれば若者の負担が減る。そのことに皆さんの税金をぜひ蓮舫都知事に使わせていただけないでしょうか。中間層を分厚くしましょうよ。そうだ。このことを言うと分断かと排除かと、そういう声が必ず上がる。違うんだ。だってそうでしょ。若い子は手取りが増えれば、収入が増えれば、安定雇用で働ければ、それは税金が、税収が増える。介護の保険料の担い手が、医療保険料の担い手が増えれば、持続可能な社会保障制度になるんじゃないですか。それはすなわちシニアの安心につながるんではないでしょうか。介護の現場で若い人たちが働いてくれたら、手取りが増え、安定雇用になって若者が定着をしてくれたら、今80、90の両親の介護をしている50代、60代が自分の介護離職を不安に思わないで、安心してデイサービスや施設に揺られることができる。私は若者からシニアの安心を作っていくことができると、皆さんにお約束をさせていただきます。循環じゃない、排除じゃない。東京都は循環する支え合いの社会を私は作りたいと皆さんに問わせていただきたい。ぜひよろしくお願いいたします。私は最初からチャレンジャーです。最初からチャレンジャーで8年間の現職に向き合うんですよ。この間にどれだけいろんな事業者とお付き合いがあったんでしょうか。いろんなしがらみあるんでしょうか。神宮外苑の再開発の事業からパーティーのチケット買われてますかと聞いたら、法律にのっとってます、意味不明な答弁をしてましたが、買われてるんでしょう。でもそれだけの強い強い組織を隠れてる自民党票があるところと私は戦うのに、どうして公開討論会に出てこないんですか。ケアじゃないでしょう。私にはやる気も夢も希望も政策も数字にも明るい。討論会に出たら絶対に負けない。なぜ出てくれないのか、そのこともこの選挙ではぜひ問わせていただきたいと思います。小池さんは光に光を当てるのは大変得意な人です。それを意味不明な横文字で説明するのも得意な人です。私はそうじゃない。光があるところは自分で自家発電できる人は自分で頑張ってください。そうじゃないんだ。広がる光と影、伸びる長い影だったら、私はこの影に光を当てて、光が薄くなるまで、影が短くなるまで徹底的に光を与えて、
その人たちが自分の足で立ち止まって立ち上がって歩いていくことができるようになる、そういう都政を作りたいと皆さんにお約束をさせていただきます。頑張れ。これからの4年間を託してください。皆さんの4年間を任せてください。できることから始めましょう。フェアでオープンで情報公開、皆さんの思いをトップダウンではなくてボトムアップで紡いでいく連合をどうか東京都知事にさせていただきたいということを強くお願い申し上げ、皆さんの時間をいただけたことを申し上げ、連合からもお伝えさせていただきます。ありがとうございます。よろしくお願いします。なぜ私がこういうことを言うかといえば、私は前回の衆議院選挙最後の3日で負けて落選しちゃったんです。みんな辻元が勝つやろとか、あんだけ人集まってるやないかと言われたんですよ。でもね、相手は業界団体の締め付け、そしてこの東京の開発で知事と一緒になって自民党と一緒になって利権など漁ってるんじゃないかと言われてるような企業ぐるみで選挙やってますよ。どうぞ皆さん、皆さんの LINE、 みんな LINE やってるよね。やってます。 LINE の友達、もう最初から最後まで、まあ最後の方の人はもう忘れた人かもしれないけれども、最初から最後までですね、蓮舫への投票よろしくねと。あと3日ですから、来週の今頃は結果が決まってるんです。どうぞ皆さん LINE で協力いただける方は LINE で、そして電話いただける方は電話で、皆さんに広めていただけるかどうか、この最後の3日で勝負は決まると思います。はい、どうぞ皆さん、私たち本当にね、仲間がこうやって一緒になって蓮舫と回ってますよ。いや本当に宗教団体にも支えられてきたのが自民党でしょ。はい、何をしてくるかわからないんですよ、裏で。そしてもう一つ申し上げたいのが、アメリカの大統領の任期は何年かご存知ですか？8年。任期8年なんですよ。アメリカは州知事は全部任期8年で辞めます。なぜかというと、8年以上やったらしがらみができるし、惰性でしか政策ができないから。先進国は大体州知事も大統領もですね、任期8年が任期なんですよ。どうぞこの東京の都知事も、小池さんお疲れさんでした、任期8年でございます。そうです、そうだ。今までやってきた東京の都政のいいところはしっかり引き継いで、そしておかしなところをきちんとメスを入れる、この2期8年、今の現職、小池さんが好きな人も嫌いな人も関係ありません。権力は腐敗するんです。皆さんどうですか？総理大臣、8年以上長きにわたって総理大臣を続けてほしいと思いますか？思いません。思わないでしょう。そう、安倍晋三さんは8年近くやりましたけど、裏金や森友や何やかんやいっぱい出てきたじゃないですか。アベノミクスだって方向転換できないでしょ、同じ人がやってたら。ですから総理だって8年やってほしくないわけで、ですから先進国は大体大統領とか州知事は皆2期8年がこれがもう期限と決まってるわけです。どうして都知事だけ小池さんに12年やってほしいの、おかしいでしょ。私はね、やっぱりここでスイッチ、人を変えることによって良いところはさらに都政伸ばしていく、そしておかしなところにはメスを入れる。今蓮舫回ってますけどね、蓮舫は日本一税金の使い道にうるさい議員だったこと皆さんご存知じゃないですか。蓮舫がいつもなんで
眉間にしわ寄せると言われても、国会で追及してきたことは全部税金の無駄遣いなんですよ。蓮舫がたった20分国会で質問した、あの無駄遣いの温床の国家の基金について、蓮舫の質問一発で全ての基金を見直すということに今なったわけです。そして7兆円近くのお金が国庫に返還されるんじゃないか、これをやってきたのが蓮舫なんです。ですからこの蓮舫の力を東京都民の皆さんに使ってほしいんですよ。いかがでしょうか。いいぞ。そしてね、なんか最近のね、この知事選挙見てるとね、ポスターの掲示板もね、いろんな貼ってあってね、なんか民主主義がちょっとおかしくなってるんじゃないかとか、 YouTuber みたいな人が出てきてですね、 YouTube でお金も稼ぎながら選挙もやろうというような姿勢のような人も見受けられるんですよ。これっておかしいと思いませんか。いかがでしょうか。この東京の都知事選挙を真っ当にする最後3日間、どうぞ皆さん、もう一度申し上げます。2期8年がアメリカの大統領でも2期8年が任期なんですよ。そして州知事もみんな2期8年で任期で辞めるんですよ。なぜこの東京、それも裏金王のような萩生田さんみたいな人に応援されてる、言うたら悪いけどね、統一教会の総本山でしょ、そういう人が陰でこそこそ応援してる人を、国際的には2期8年で大体みんなやれるのに、この国際基準からもはるかに延長して、なぜいちいち知事に選ばなきゃいけないんだ、やめようじゃないか。うわ。そして私はある候補者の、あの人のね、ちょっとお話も聞きに行ったりしてるんだけど、こういうこと言うんです。かっこいい大人になりましょうっていう候補者がいるんですよ。誰か知ってます？ YouTube で見てるかもしれない。私ね、かっこいいとかかっこ悪いとかね、そんなんじゃないんですよ。今の政治は今日よりも明日良くしていく、そしてさらにはおかしなことにはしっかりとうるさい女やとか厳しいやつやとかいつも怒ってるって言われても立ち向かっていくような、そんな都知事を選んでほしいんです。どうぞ。こんな綺麗事でかっこいい大人になりましょう。政治はそんな甘いもんじゃないですよ。どうぞ。私たちだって今まだ蓮舫回ってますから私喋ってますけどね、もう辻元蓮舫どれほどネットでバッシングされてるか。でもね、今蓮舫どこ回ってんねん。蓮舫どこや、どこやどこや、蓮舫あの辺にいますね。ここの群衆の中にも入れるかな。もう最後やから入ってくれよ、高田の馬場だし。蓮舫どこや、今まだ回ってますからね、ちょっとお待ちくださいね。本当にね、これは東京だけの問題じゃなくて日本の政治の分かれ道でもあります。そうだ。だってね、この間の静岡の補欠選挙、静岡の県民の皆さんもね、私応援に来ましたけどね、ここで自民党が応援してる候補者を勝たせたら裏金を認めることになるから、静岡県民は絶対に勝たせるわけにいかないと静岡県民は言っておりました。おう、そうだ。これね、東京の都知事選挙とね、国政はね、関係ないというのは、これは違いますよ。その通り。政治は地続きなんですよ。そうだ。だって小池さんはどうしてですね、ちょっと待ってくださいね、はい、もう気合が入りすぎました。もう一回、最後のもう一度皆さんと作戦です。3日間の作戦、はい、どうぞ皆さん、今日からですね、 LINE とか電話で周りのお知り合いや、そして家族、親戚、大体ですね、まあ家族、私は一人もんだから一人ぼっちなんだけど、まあ、例えば3人いるとします。家族3人でしょ、両隣が1人ずつで5人でしょ、で友達5人でしょ、これで10人いけるでしょ。皆さんどうですか。そうだ。この10人作戦、今日から皆さん3日間毎日10人に声かけてください。やるぞ。頼み
ますよ。よし、大丈夫だ。この30枚の票になりますから。もうね、東京都知事選挙という大きな選挙も、町会議員の選挙も市会議員の選挙も一緒なんですよ。最後まで声をかけ続けた者が勝つんです。どうぞ皆さん、東京をリセットしましょう。そして次の東京に今日来ていただいた皆さんは本当に私たちの仲間だと思います。一緒に3日間戦ってください。やるぞー。